皆さんこんにちは、カエデです。今日はアイズワンさんの新曲幻想童話シークレットオブザスワンのサビの振り付け解説をしていきたいと思います。それではレッツゴー。反転しているのでそのまま覚えてください。最初手を下から回してきて、手首から上に上がるようにして、最後手首を頭の上につけます。で、その時指先をきれいに開いて、手のひらが外になるように置きます。で、その時に右足を後ろに引きます。で、それと一緒に胸から頭も一緒に後ろにちょっと反って、手が頭につく時に足と体も一緒に戻します。せーの、後ろ戻す。来たら次左足を出します。で、その時左足を曲がってて、右足は伸ばしといて、手を下ろして、今手が自分の体の前にあるところから、後ろ前後ろに手首から行きます。で、その時に体を反対に、手が後ろに行く時体は前、次手が前に行く時体後ろで、また手が後ろに行くとき体前にします。ここから左足出して、後ろ前後ろ来たら、左足を前につきます。で、左手は骨盤あたりに置いといて、最初右手を手首折って上、次この右手を左のほっぺたをタッチします。で、その時に左腰を上げる。もう一回最初からいきます。せーの、回して、頭後ろ前後ろ上タッチ。これをカウントでいくと、最初ワンツーで戻して、エンド準備、スリーフォーエンファイ、エンド上シックスタッチです。せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、エン、ファイ、エン、シックスです。もう一度、せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、エン、ファイ、エン、シックス。ラストもう一度、せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、エン、ファイ、エン、シックス。来たら、移動をします。したらもう一回同じことを、ワン、ツー、スリー、フォー、エンまで来たら、次手はさっきと同じ上に上げて、今左に向いてる体を右に返して、腰を落として頭を上げます。で、こっから右手を肘から落としてきながら体も上がります。2回目、ワン、ツー、スリー、フォー、円したらアップ戻す。で、これもさっきと同じリズムで、ワン、ツー、円、スリー、フォー、円、ファイ、円、シックスです。最初からつなげてやってみると、せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、円、ファイ。イーブ、シックス、移動を、ワン、ツー、スリー、フォー、エン、ファイ、エン、シックスです。もう一度、ファイブ、シックス、せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、エン、ファイ、エン、シックス、移動を、ワン、3、4、5、6、
その時左足踏んで右足外で落ちます。せーの、ドン。来たら今左足が重心なので次は右足を踏みます。でその時に両手外にパッと払います。で右足踏んだら次左足踏んで次右足を前に置きます。でその時左手は上に置いて右手で左右左右でタッチします。でその時この右足を一緒に1上げる1上げる。で手が右に行く時に足も一緒に1 2 1 2で上げます。もう一度こっから右左1 2 1 2です。もう一度せーの、おやすみ。右左1 2 1 2来たらこの右足をついて今左足に重心が乗ってたところから一気に右足重心に切り替えます。で右手を頭の後ろから回します。でそれと一緒に左足を1、2、3で外からちょんちょんちょんでつきながら回していきます。1、2、1、2やったら右足に一気に重心変えて1、2、3です。もう一回ここからいきます。せーの、おやすみ。右、左、1、2、1、2、1、2、3です。もう一度、せーの、おやすみ。右、左、1、2、1、2、1、2、3。来たら、この左足をもう一回外に出します。で、その時、左手も一緒に外にタッチしてあげて、一回体を左方向に向かってそれを押し返すように右に落とします。でその時左足を右足に揃える。ここからいくとせーの、落とす。右左1 2 1 2 1 2 3。左落とす。ここをカウントでいくと最初ワンで落とす、ツーは粘って3、4で歩く、5 and 6、次、7、8、次、1で伸ばして、2で落とす。ゆっくりいきます。5、6、せーの、1、2、3、4、5 and 6、7、8。1、2、もう一度いきます。5、6、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2。では最初からつなげてやってみたいと思います。最初、外を開くところから、5、6、せーの、1、2、3、4、and 5、and 6、移動を1、2、3、4、and 5、and 6、移動を1、2、3、4、5、and 6、7、8、1、2。もう一度いきます。5、6、せーの、1、2、3、4、and 5、and 6、移動を1、2、3、4、and 5、and 6、移動を1、2、3、4、5、and 6、7、8、1、2。ポイントは伸ばすところとリズム感をつけることかなと思います。最初ぐーっと伸ばしてトントントン、カッカ、ここははっきりと移動をぐーっと伸ばして戻す、はっはっは、落としてあげる、移動をぐーっと最初粘ってパッと
払う。次はじゃん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 でリズムをつけます。1、2、1、2、1、2、3来たらまたぐーっと伸ばしてドン落とします。最初から5、6、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8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 、
ャンチャンチャントントントンブートン。来たら最後手が最初右手を人差し指にしてくるんと手首を回します。で1回回したら次左手を同じように人差し指にして右手の手首にくっつけます。でここでクロスにして手首をくっつけたままこれを一回転させます。最初右手だけでくるんと一回転させたら左手つけて一緒に回す。伸ばす落とせやったら右1、2したら次右手は下から左手は上から外に回します。で右手上左手下まで来たら左手は右手の肘につけて右手を顎の下に置きます。でここで右肩を前に1回ガンと当てます。で最後この両手を上に上げます。ここまでです。もう1回右手くるんと回す、左手つける、両方回す、左手上右手下から回して顎右肩上げる、伸ばして落としたら右手当てて回す、大きく回す、顎肩上げる。ここからつなげてみると落とす1、2じゃん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 1、2、3伸ばす落とす右回して回す回して肩上げる。でここをカウントでいくと1、2で落ちたら3、円でつく4で回す5、6でポーズしたら7で肩8で上げます。もう一回1、2来たら3、4、5、6、7、8ここからつなげてみます。5、6、せーの1、2、3、4、5、6、7、8。もう一度5、6、せーの落とす右左ちゃん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 1、2、3伸ばす落とす回すトンクルン回して顎カン上。では最初からゆっくりおさらいしてみます。最初右足引いて回す戻す後ろ前後ろ上タッチ移動をもう一回後ろ頭後ろ前後ろ上戻す移動を落とす右左1、2、3、4、1、2、3伸ばす落とすくるんクロス回す回して顎肩上げる。では最後にカウントで一緒にやっていきたいと思います。5、6、7、8、
の1 2 3 4 and 5 and 6 7 8 1 2 3 4 and 5 and 6 7 8 1 2 3 4 5 and 6 7 8 1 2 3 4 and 5 6 7 8 5 6 7の1 2 3 4 and 5 and 6 7 8 1 2 3 4 and 5 and 6 7 8 1 2 3 4 5 and 6 7 8 1 2 3 4 and 5 6 7 8 5 6 7の1 2 3 4 and 5 and 6 7 8 1 2 3 4 and 5 and 6 7 8 1 2 3 4 5 and 6 7 8 1 2 3 4 and 5 6 7 8 5 6 せーの1 2 3 4 and 5 and 6 7 8 1 2 3 4 and 5 and 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 and 5 6 7 8では最後に元の速さで一緒にやってみたいと思います。1 2 3 4 5 6せーの1 2 3 4 and 5 and 6 7 8 1 2 3 4 and 5 and 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 and 5 6 7 8はい、ということで今回は幻想ドームの振り付け解説をしてみました。この動画が役に立ったなと思ってくださった方は高評価とチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。